新しいもの？宿舎ってどこだっけ？食堂の近くに用意してくれたって。でも食堂ってどこかな？何が入ってるか。朝になったよ。何が入ってるか。気にしないようにしよう。さて、何を買おう。さっき戦った死生観、それがあいつ僕たちの死生観とよく似ている。そりゃそっちにだっているだろ、死生観くらい。今似ていると言ったが訂正する、同じなんだ。同じってそうなのか？僕たちのコロニーは敵対している。だがそれを滑る死生観が同じだとしたら、どうした？なんかあるなら言えよ。死生観なんてあれだろ、どこにでもいるノポンみたいなもんじゃねえか。どこにでもいるとは聞き捨てならないもん。そうですもん、世界になくてはならない希少種ですもん、保護するべきですもん。まあノポンはさておき、要するにむちゃくちゃ怪しいってこと？ああ、もしかしたら大きく関係しているのかもしれない。関係って何？戦わなくてはならない僕たちの運命に。運命？女王はまさかそれも一緒とか？君たちの女王はどんな人だった？一度だけ見たことあるかな。なあ。ああ、成人の儀の時だったな。銀色の長い髪、あと羽が綺麗で威厳に満ちた人だった。羽？ユーニのような？私よりもっと白くて輝いてた。私たちの女王様は奥ゆかしくて気品がある感じの人。耳がね、とっても長いの、このくらい。ふん、女王についちゃどうやら違うようだね。死生観って女王の部下みたいな存在だろ？キャッスルの、つまりは女王の意向を各コロニーに伝え管理評定をするのが死生観だ。何？女王に事情を伝えればもしかしたら理解してくれるかもって？まあな、望みは薄いだろうな。そうか？女王は全てのものの上に立つ存在だ。俺たちのことなんて気にもしないってか。死生観と同じかもしれないという意味だ。え？そしてその死生観はメビウスになった。こうも言える、メビウスが死生観だった。ただでさえ異常なこの状況、下手な希望は持たない方がいい。そうですか、コロニー4は。これより全ての事象よりウロボロスの抹殺を優先します。全コロニーに伝達を。ウロボロスはこの世にあってはならぬもの。その存在を塵一つ残さず消し去りなさい。